ニックチャンネル。イエーイ。皆さん、Hello everybody! ニックチャンネルのニックことニコラス・ドワーズです。今回のお題は、まあ、ちょっとね、以前の動画で進む日本人化食事編というものをですね、出させていただいたんですけれども、今日はちょっとそれにまつわる、まあ、話題でちょっと観点変えて、お届けしたいと思います。日本では普通なのにアメリカだと失礼なこと5選。今回は食編という形で、紹介したいと思います。レストランに訪れた際に、まあ、自分がお客さんとしてやっちゃいけないこと、店員さんがやっちゃいけないことっていうのもちょっと共有してみたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。1つ目、これはまあちょっと定番となりつつあるかと思うんですけど、もしかしたら聞いたことない方もいらっしゃるかと思います。アメリカでは麺をすすってはいけません。ずる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 。ラーメンであろうと、まあ、お蕎麦であろうと、おうどんであろうと、パスタとかも音を立てずに食べなければなりません。アメリカ人も異文化、まあ、自分自身のアメリカじゃない文化で、まあ、麺とか特に音を立てて食べる国もあるっていうことを認識しているアメリカ人も少なくないと思うので、やってしまった場合、まあ、アメリカ人がものすごくこうなんかバッシングの嵐になるわけではないんですけども、やっぱり最初そのズルズルっていう音が聞こえた時、まあ、耳だけの情報じゃないですか。アメリカ人は絶対にってなります。誰かズルって言ったなみたいな、アメリカ人じゃなかったのかなって思うと、まあ、多分多めに見てはくれると思うんですけど、食事中の音を立てて食べるような、まあ、食べ方っていうのはアメリカ人は基本的に失礼だというふうに感じます。それはもちろん麺をすすることもそうなんですけど、ちょっとこうペチャペチャしてしまうとか、何かをこう食べようとしてでなんか吸い込むような音だったりとか、食べてる音自体は無音というのがアメリカ人は良しとしております。2つ目に紹介したいのは、これはもしかしたら結構びっくりする方も多いんじゃないかなと思うんですけど、アメリカのレストランでは食べ終わっているのに少しずつ注文して長く滞在すること、レストランに、まあ、それこそ2時間でもアメリカ人、まあ、結構店員さんスタッフの皆さんが若干限界が近づいてくる長さだと思うんですけども、レストランっていうのはあくまで食べるところ、少し食べながら飲むっていうこともできるんですけども、長時間かけて、まあ、飲み会をする場所ではありません。アメリカのレストランっていうのは食べ物なくなったら、もしくは、まあ、アメリカだとやっぱ大皿、この皆さんで分けるのではなくて、一人ずつの自分が食べる料理っていうのが目の前にやってきて、それがみんな食べ終わった時っていうのはどんなに盛り上がってても潮時でございます。基本的に食べ物が終わったらすぐに支払いをしてお店を出るっていうことが正しい文化とされています。長居することは失礼にあたります。じゃあみんなダラダラ飲む時ってどうしてんのっていう話をされますと、そのためにバーが存在しております。バーの方ではですね、まあ、バルとも言う方いらっしゃるかと思うんですけど、お酒だけでもまあ頼んでいられるので、レストランで出しているお酒は比較的値段が安いので、原価に対する儲けっていうのが、まあ、少なく設定されてたりしてるところが多く、だらだら飲まれてしまうと追い出して次の家族なりグループを呼び込んだっていうか迎え入れた方が望ましいので、基本的に食べ終わったら帰ってください。そして3つ目に紹介するんですけれども、こちらはほとんどのところではそのもの自体が同じ形で存在しないので、しないことっていうよりも物理的にできないことなんですけども、アメリカではレストランに入って荷物を置いて座ったら、目の前に必ず置かれているであろうナプキンも広げて膝の上に置くことがマナーでございます。
こぼれ落ちてしまわないようにとか、食べ物が服についてしまわないようにっていうことだけではなく、店員さんの注文受け付けますよという合図に近かったりもします。ナプキンを膝の上に置くこと、ここに広げることが、では食事を始めますっていう大事な合図なので、ぜひ、店員さんのためにも、あのレストランに着いたら、手が空いた時にぜひ置いてください。そして4つ目に紹介させていただくんですけれども、こちらはちょっと支払いの際の注意ですね。お金を例えば小皿に置いて支払いをするなり、まあ、小皿みたいなのはなかったら、まあ、それを例えば置いて受け取ってもらうっていうような支払いって結構一般的だとは思うんですけど、アメリカではお金を置いてお支払いすること NG でございます。失礼っていうのも間違いないんですけど、めんどくさいと店員さんに思われてしまいます。日本だと少しこのなんかお客様は神様みたいな文化があるので、どんなに店員さんが迷惑かかっててもそんなのはいいだろうって思ってしまったあなたアメリカではやっぱり、あの以前の動画でも軽く紹介しているんですけど、対等なので、あの店員さんとお客さんがもちろんその精一杯のサービス、明るいサービスを受けるのはアメリカでも結構期待できるものではあるんですけども、ただ店員さんを困らせるようなことを極力しないようにはアメリカ人も気をつけております。合理的なことで言うと、アメリカにはその支払いの小皿がないので、お金を置かれてしまうと小銭とかお札とかを頑張って拾わなきゃいけないわけなんですね。新型コロナウイルスの状況をちょっと置いといて、手渡しっていうのが一般的でございます。最後に紹介したいのは、まあ、若干、番外編みたいな感じなんですけど、アメリカでは、まあ、日本と同じように席に伝票がやってきます。で、基本的にアメリカのレストランっていうのはレジで支払いするっていうことが非常に少なくて、基本的に伝票を持ってきて、でその中に、まあ、カードもしくは現金も入れてお渡しするように支払うんですけども、店員さんが逆に気をつけなければいけない、マナーが一つあります。伝票をすぐ持っていくことです。何かと言いますと、ちょっと冒頭と言いますか、2つ目に食べ終わってすぐ帰らなければいけない、まあ、もしくはお店を出なければいけないっていうふうに話したんですけど、それはアメリカ人がみんな暗黙の了解として分かっていることです。なのでアメリカ人のやっぱり気持ちとして、食べ終わったらすぐに支払って出たいっていう気持ちが結構あの自然と本能的にあります。そういう時に早く支払って出てあげたいと思っているのに伝票がまだ来ないというのはアメリカではとても NG なこととされております。伝票がだいたいみんなが結構食べている、まあ、結構終盤に向かってて、まあ、もう追加注文はないんだろうなっていうタイミングで店員さんが必ず持ってきてくれるはずです。で、持ってこなかった場合、食べ終わっても支払いたいのに来ないなっていう時はチップを減らしてしまうというようなアメリカ人も少なくないんです。アメリカを訪れた際に伝票が遅れてチップを減らすっていうのは一応選択肢としてはあるっていうことをここでお伝えしたいんですけど、ただまあ僕なんかはやっぱりそんなに積極的な人間じゃないので、そんななんかグイグイチップ減らすとかできないですよ。なので、まあ、結構ちょっとサービスあんまりそんなに満足しなかったなと思う時でもちょっと 15% 払っちゃうんですけども、まあ、一応ね、選択肢としてあるのはそういう質があんまりよろしくないサービスっていう風にアメリカ人は見てしまいます。伝票が遅れること、万が一アメリカでサーバーとしてお仕事されることがある方がいらっしゃいましたら、ちょっと頭の隅っこに置いといて、それをちゃんと素早くタイミングよく持ってってあげると綺麗にチップを払ってくれるんじゃないかなと思いますということで、本日アメリカのレストランで
まあ、日本だったら普通なのにアメリカだと失礼にあたる行為ですね、まあ、またはお客さん側からもちょっと店員さん側からも紹介させていただきました。少しでも面白かった方、勉強になった方、ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてトークいち早く知りたい方は通知ボタンをポチッとオンにしてください。また僕の活動については概要欄に載せてますので、よかったらチェックしてみてください。ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズでした。はいはい、バイバイ。